びっくりした、あの上のあのおひなさん倒れてんのかと思った。びっくりした、全然違うやつでした。大将さん、グエコときなこのおもちゃ娘がプレゼントしてくれたって。え、娘がおもちゃ、2つのおもちゃを、え、本当ですか。え、ドンキ行ってくれたってことかな。え、嬉しいね。新一猫さん、おばばさん、ありがとう。世界で一番可愛いですって言ってくれた、ありがとう。特上カルビさん、ロビーズさん、ファントムさん、モキチ、ユッキーさん、アサミさん、エイジさん、バンクーバーさん、グッチ、虹色さん、キンちゃんさん、キシコウさん、あ、今日もありがとう。キュイーンさん、お寿司さん、ありがとう。お寿司さん、お寿司さん、さとちゃん、まめしばさん、フジモンさん、ありがとうございます。ユッキーさん、だるまありがとう。あ、のぶさん、何それ、新しいギフト、かわいい、あのニコちゃんの風船ありがとうございます。お、そしてのぶさん、あの、なんて言うんだろう、あれ、あの黙々の風船のやつありがとう。あのワンちゃんの風船だ。のりたま、そう、今日雨だったよね、本当にさ、めちゃくちゃ濡れたんですけど。いや、そうなのよ、あの家を出るときにさ、傘を忘れてしまって、途中まで気づかなくて、その家族の人に送っててもらってたんだけど、車で傘忘れたと思って、もうコンビニで買いました、傘は。のぶさん、あ、青い風船ありがとう。かんちゃん、なおさん、にいさんさん、ありがとう。むらぴーさん、ブルームーンさん、あ、スタバ行ってました今日。ブルームーンさん、新作のバナナとチョコバナナ、あ、あー、そう、それはあるのに飲んでないんですよ私。いや、飲みたい、気になってますあれ。私はね、今日パッションティーっていうね、紅茶の種類なんですけど、ちょっと酸っぱい酸味のある紅茶、結構好きでスタバの飲んでます。ちょっと甘みとかはないんやけど。やっくん、ヤートさん、元気さん、こんばんは。タルトといえばどんなタルトですか。いや、それはもう畑田さんの栗タルトよ、美味しいよ畑田さん。昨日バイクで行った山の持ち主がタケノコを自分で掘ったら持って行ってよかばいって言うから、掘ってきたタケノコをさっき茹でて味噌をつけて食べたらめっちゃ美味しかった。え、そんな羨ましい、え、山の持ち主が、へえ、え、その持ち主の方とお話ししたんだ、まず。いいなぁ。へえ、タケノコ掘ったことないや、私。おさぴーさん。ねえ、のぶさん、風船くれてありがとうございます。トゲ、いらっしゃい。ロッピーさん、ありがとうございます。仕事で。あ、そうなの？お疲れ様。残業ですか？ハムちゃん。大ガッチさん。コムコムさん、エグッチさん、タケルイさん、ピルクル、ケンスケプチ、ありがとうございます。ひなほこんばんは。今日は美味しかった。何を飲んだのかな。あ、美味しかったよ、そのパッションティーね。そうそう、その合間時間があって、2時間ぐらい時間があって、今日その昼間に、その次のお仕事までにちょっと行ってたんですけど、なんかスタバで本当になんかめっちゃのんびりするのっていいなと思って、落ち着いてるよねカフェって、本当雰囲気がすごい好きです。ユッキーさん、プチ、ありがとう。ひでゆきさん、いらっしゃい。のりたま、結婚して、ありがとう、嬉しい。あ、ブレイブさん、ありがとうございます。愛媛に帰ってきた時タケノコ持ってきてくれる、そんな方がいらっしゃったの。主、タケノコの。みやびさん、ローマ字のまささん、ありがとう。けんすけ、かわいい、ありがとうございます。
あ、虹色さんプチありがとう。リファで髪整えましたかって。そう、あ、でもこれはね、さっきあのアイロン持ってってたから、あのストレートのこのアイロンでちょっとなんとかストレートに刺してます。今日ほんと一日やばかった。なんか自分の癖毛が、まあ、どんな癖毛なのかって逆にわかる、今日でわかりました。私ね、ほんとこっちに流れる癖毛っぽくて、こうこうじゃなくてね、なんか全部がこっちに行くっていう髪、大変だったけど。まみしばさんプチありがとうございます。あの曲は知らなかったけど、そのツイッターのしてくれてるのは見ました。曲は聞いてないな、あの歌詞のやつだけ見たな。ありがとう、すごい良い歌詞で。まゆまゆさん、ひらがな斉藤さん、ありがとう。クリスマスのような色、これね、ちょっと本当にこれ部屋着なんですけど、本当に着やすくてたびたび登場してますが、はい、こういただいたやつありがとう。白熊さん、しげきさん、純也さん、ありがとうございます。スコスコツールのりたかさんのおかげでコメントできる。あ、本当？え、直ったってこと？大工さん、たーちゃんさん、美味しかった。スタバは割といつも違うの飲んでるんですけど美味しかったです、久しぶりに。 HK さん、あんちゃんさん、おひつりさん、ありがとう。おさぴーさん、かわいい塾ありがとう。ひろひなさん、ありがとうございます。ようちゃん、ありがとう。ようちゃん、お疲れ様って。トギプチ、ありがとうございます。大地さん、あ、あやかさん、ありがとうございます。かいさん来てくださってる、ありがとうございます。ふうりんさん、こんばんは、ありがとうございます。さっき県民賞でやってたなって。え、あ、そうなんだ。小説家さん、愛媛のタルトってロールケーキみたいなんですねって。あ、確かに、あのこうきいっぱいでかいやつ、長いやつね。そう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 、それが主流というか普通ですね。あ、ルーシアさん、ありがとうございます。こちらこそお疲れ様です。今日の晩ご飯はね、あのあれ食べました、カツとじ、なんか卵のカツとじ、間違えた、カツの卵とじ逆カツで卵とじたらちょっとなんか変なことになりそうやね。食べました、美味しかった。ほぼ毎日タケノコ掘ってます。え、大勝さん、え、お仕事的にってこと？すごっ。高徳さん、お疲れ様です。新しいグエコは触れないタイプ？いや、触れるよ、これ同じ色ですよ、これ触れます。クラシャーのぶーさん、ワンガンさん、ありがとう。今週の東京の天気目まぐるしく変わってます。あ、そうなんだ。え、晴れの日も雨の日も結構たびたびあるのかな。やばいな、それ。寒暖差気をつけようね。ゆういちさん、こんばんは、ありがとうございます。ケンジ、花束ありがとう。今日も残業参加めっちゃ悲しい曲やん。残業参加で35分ありがとう。コロボ、あ、本当よかった。明日傘いらないんだ、嬉しい。そっか、ひろくん、お帰りなさい、お仕事からお疲れ様です。はるかさん、やっほー。新一カウント、ありがとうございます。お、隊長レインボースター、ありがとう、嬉しい。隊長、あ、ラブレターもありがとう、たくさん。梶山さん、正美浦さん、ありがとうございます。オッキーさん、いらっしゃい。夕食食べ終わったら店員さんに雨が降ってきたから気をつけてねと言われて焦ったって。あら、ほんと？あ、じゃあ食べに行くときは降ってなかったんや。そうか。おひつりさん、バラありがとうございます。
あらひろくん、ツイッターありがとう、リプいただいて。いや、おばばさん、そんなもう雨降ったら大変よ、私も髪。え、みんな雨降ったら大変じゃないですか？髪とか。特にさ、長い方とかさ、多分やばいと思うんやけど、このボフってなって。ねえ、のりたま、なかなか治らないですよ、アホ毛とか。直すようにね、いろいろね、オイル持って行ったりとかしてるんですけど、それでもね、やっぱ雨だからね、すぐね、やっぱ湿気でこう取れちゃうというか。ネイキッチさん、永井雅人さん、のりたまさん、スコールさん、ミオナーさん、ありがとうございます。エイジさん、セミありがとう。今日もドナルドさん、セミありがとう、嬉しい。クーちゃん、ありがとうございます。あ、そう、パリピ孔明気になってるんだよね。面白いですか、パリピ孔明。スパイファミリーはね、あの漫画の方をほとんど全巻読んでてめっちゃ好きなんだよね。私、あの声優さんぴったりだよね、スパイファミリー。本当に、いや、この方がやってくれたら嬉しいなと思ってた方がもうそのまま入ってった感じだったから、めっちゃ、あ、でもまだ見れてないんだけど、アニメ楽しみです、スパイファミリー。でも原作もめっちゃ面白い。ユッキーさん、セミありがとうございます。ギョギョ、そうなの、のりたま、県民賞で畑田さんのクリタルト出てたんですか。見ればよかった、ほんと。ノーさん、流星さん、いらっしゃい、ローマ字のありがとうございます。豆柴さん、セミありがとう。滝山、みんなの夢の成就と幸せを豆はずっと祈っています。ありがとうございます。ありがとうね、豆柴さん。白うさぎさん、ありがとうございます。ケイスケ、セミありがとう。インスタストーリーズでちょこちょこ上げてくれるの結構いいね。あ、本当嬉しいです。そうそう、なんかほんと写真撮れるときは撮ろうと思って最近動画撮ったりとかしてます。野菜炒めさん、いいな、今日餃子だったの。いや、くーちゃん、丼じゃなくてご飯とはまた別なんだけど、カツとじ。シロさん、いらっしゃい。ヒロくん、プチ、明日もお仕事頑張ってね、ファイト。ムラチン、ヨシンコありがとう。虹色さん、セミありがとうございます。以前は宿毛矯正してた時もあるけど、今は整形を自由にさせてます。あ、そうなんや、宿毛矯正してたんだ。そうかそうか。いや、まあでも癖毛は癖毛でね、あのいいこともあるんですよね。巻きやすいとか、あ、女の子の場合やけど、男の子もそっか、セットする時とかなんか癖毛の方がそこからオイルつけたりしたらおしゃれになるとかないかな。ケンスケ、花束ありがとうございます。ジュジュジュ。サカピーさん、ありがとうございます。天気が不安定すぎるので常に折りたたみ傘を持つようになりました。えらい、それが一番です、本当に。アントワンヌさん、いらっしゃい。ファントムさん、あ、ピンクのあのワンちゃんの風船ありがとうございます。キュキュキュ、すごいな。これは何の日でこのギフトたちがあるんだろう。あ、のりたまも普通のカツ丼よりカツとじ丼頼みます。わかるー、いや、美味しいよね。しむしむさん、いらっしゃい、ありがとう。あ、グッチー、今日の初フル、ありがとうございます、すごい。アントワーヌさん、エイジさんもありがとう。今日はおろしで髪伸びてきたことない、結構伸びてきたやろあの名古屋までにはね、ちょっと美容室行きたいなと思って。浅はかなヒーローさん、カウントありがとうございます。カツ丼食べたい気分なのでカツとじ羨ましい。あ、ほんと、いや、めっちゃ私もカツ食べたい気分だったのよ、今日食べれて嬉しかった。むらちセミーありがとうございます。今日も、あ、前髪ね、あんちゃんさん、めっちゃ気になる。私も
あの前髪がねこうじとーってなってめっちゃね降りちゃってね、ほんと目にかかっちゃうんですよね雨の日って。今はね巻いてるからちょっと割と大丈夫なんですけど。俺は乾燥毛でくせ毛だから雨の日は頭が倍くらいになる。そう、見てみたい。おばばさん、おひつりさん、プチありがとう。傘は2本持ってるからいつでもいて、あ、ありがとう。え、2本持ってってるって、あ、前も言ってたねそれ。ほんとじゃ。え、ブレイブさん、私愛媛、あの伊予弁出てます。そうか、知らぬうちに出ていました。ちょっとお茶いただくね。お供ではない、ちなみに今日ちょっと飲んでたやつの残りです。あー美味しい、ほうじ茶好き。友達ゲーム、あ、新しいアニメだよね。へえ、見てみようかな。あんちゃん、ひでゆきさん、古田ありがとう。ありがとうございます。僕の名前を呼ぶ君の声、胸のポケットにしまって、夜が明けるのを待っている。ありがとう。ストリートくん、いらっしゃい。あ、てっちゃん、ありがとうございます。今日はほっぺたピカピカねって。そう、これがねちょっと明かりが強いからかなと思って、でも下にしたらね、下にしたでねちょっと暗いか。あ、まだ大丈夫だだ。これそのまま当たったら明るいよな。そのまま当たったら明るい。そうなのよ、気になるよね。お、おばばさん、フル、ありがとうございます。ありがとう、おばばさん。がっくんさん、いらっしゃい。ありがとうございます。パリピ孔明、諸葛孔明が現代に転生するってだけで、それだけでも面白いんですよ。あ、なんか PV は見たことあるんだけど、孔明がそのままなんか現代に行ってる感じでめっちゃ面白そうだった。確かに、なるほどね、転生してるんだ現代に。すごいね、2世代を生きれるって羨ましい。あ、トゲプチ、ありがとうございます。猫さん、フル、ありがとうございます。ありがとう猫さん、嬉しい。ノブさんもフル、ありがとうございます。ノブさん、プラネーツ、惑星が落ちる頃、あなたと私光り合って、必ずまた会える、あの約束の場所で。ありがとう。出会いもんっていう和菓子が出てくるアニメ。え、和菓子作るアニメですか、ぐっち。ひでゆきさん、レインボースター、ありがとうございます。たくさん、ひなほた、赤も似合うねって。俺も黒だけじゃなくて赤も好きだよ。あ、そうなんだ。で、黒と赤って組み合わせいいよね。ひろくん、ひでゆきさん、レインボースター、ありがとうございます。ハムちゃん、フル、ありがとう。ハムちゃん、ありがとうございます。ただ君に晴れ。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せた、バス停の背を覗けば、あの夏の君が頭にいるだけ。
ありがとう。お、ケンジ、ニコちゃんの風船、ありがとうございます。ペペロンチーノさん、ありがとうございます。ヨウちゃん、カウント、ありがとう。ドンキで買い物した時にお供もいくつか調達したのかな。いや、あ、したした、しました。そういえば、でもあっちのお家の方にあるな、多分。そう、また飲みますね。買いましたね、2つほど。なんか珍しい飲み物めっちゃ売ってるね、ドンキって。くーちゃん、ありがとう。嬉しいお言葉です。フジモンさん、フル、ありがとうございます。フジモンさん、今日も、あ、魚住さん、今日も来てくださってありがとうございます。嬉しい。今事務所戻り、ひなルームへって。あ、そうなんですね、お疲れ様です。今お仕事終わったってことか。ケンジ、ピンクの風船、ありがとうございます。そう、松山にはとんかつパフェなる食べ物があるらしいねって。そうなの、小太郎さん。でも私食べたことないの、とんかつパフェ。あるんだけどね。え、ポブマスターさん、おめでとう。水木奈々さんの夏のツアー当選したって。いいな、おめでとう。あ、ケンスケ、フル、ありがとうございます。ありがとう。湿気で髪を気にするあたりが女の子らしくて可愛い。そうですかね。気にならないですか、湿気で髪とか。もう私本当に気持ち悪いんだけど、雨降ってる時のこの髪、ちょっとミスったわ今日。くぐっていけばよかったなって思っちゃって。え、おばばさん、ありがとう。仕事調整できたので名古屋行きますって言ってくれてる。え、それって今週末の名古屋ですか。あの、あれかな、ツアーの名古屋かな。新一フル、ありがとう。今日も新一。いや、フーリーさん、ほんとなんか梅雨がね、いつもより早く来たのかと思ってさ、違うんだね。雨やばいね、フーリーさん。来週にかけてって言ってる。お、ジージーもフル、ありがとう。今日もジージー、嬉しい。おばばさん、とうとみがふかし、10個もありがとう。おさぴさん、レインボースター、ありがとうございます。ほんとや、ポブマスターさん、タケノコならここにたくさん生えとるで。そうじゃん、みんな、ニョッキニョッキ。おひつりさん、ハト、キュピ、ありがとうございます。あ、え、大泉さん、それは大変。名古屋行きたいのだが、その日は朝から横浜で結婚式撮影。おめでたい。そうなんですね。リュウさん、こんばんは。カタカナのクータさんもありがとう。ひでゆきさん、流れ星、ありがとうございます。おひつりさん、ハート、キュピ、ありがとう。ぬくもりさん、プチ、ありがとうございます。友達ゲームは漫画読んでました。え、面白いですか、友達ゲームって。なんか弾丸論破みたいな感じかな。なんかどっかに閉じ込められてやる系のやつ。ムラチン、カウント、ありがとうございます。ペットショップで猫ちゃん見てたら欲しくなった。お、はっ、というかムラチンのワンちゃん見たな、めっちゃ可愛かったな。ワンちゃんと言ってたのかな。いやー、そうなのよ、欲しくなるよね。ほのぴーも言ってたわ、なんか見に行ったみたいで、めっちゃね、可愛くて一目惚れした子がいるって言ってた。じゅんやさん、セミ、ありがとうございます。アリスさん、フル、ありがとう。アリスさん、 M リーグファイナル2試合目まではまだ見てないので結果なし。あ、そうなんだ。あ、今日は見たの逆に。私今日はまだね、1試合目の途中までしか見れてないんだよね。あ、2試合目って今の2試合目のことね。はいはいはい、それは私も見てないわ。終わったんかな、もう。千里さん、お久しぶりです、ありがとうございます。
久しぶりに配信来れた。ひなおちゃんも滝山もこれからもずっと応援します。ありがとう、ちさとさん。嬉しいです。お忙しい中、ありがとう。キュインさん、フルー。ありがとう、キュインさん、今日も。なおさん、にいさんさん、フルー。ありがとうございます。嬉しい。呪術廻戦とドルガバコラボスニーカー。え？13万くらい。22.5 センチなかった。どんなスニーカーそれ。すごい。呪術廻戦とドルガバのコラボって。しかも13万ってやばくない？履けないよ、そんな。高すぎるやつ。どんなんか気になるね。雨の曲。雨の曲か。雨。ちゃんの目でお迎え嬉しいな。ピッチピッチチャップチャップランランラン。これしか思い浮かばんかった。雨の曲、あと最後の雨があったかな。ドラガンバさん、ありがとう。ドラガンバさん、アンアツさん、いらっしゃい。クーターさん、カウントありがとうございます。大将さん、フルありがとうございます。大将さん、先日ホンダプロをお見かけしたけどザイケメンでしたって。え、ないです。そうなんだ、お会いしてみたいです。どこでお会いしたの？大将さん、お仕事行ってらっしゃい。みむちんさん、いらっしゃい。かんちゃん、セミとカウントありがとうございます。お、なんとポンさんが歌声素敵って言ってくれてる。あ、名古屋も来てくださるんですか、ポンさん。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。やっくん、まめしばさん、フルありがとうございます。ひなほちゃんが教えてくれたマメッサの日焼け止め届いたよ。あ、本当？あのピンクのやつですか？え、ぜひぜひそれで対策してみそう。いつもとアングル違うね。あ、そう？あんまり意識してなかったけど、あれかな。え、どうなんやろ。違う？いつもと下から見てる感じってこと。ドナルドさん、フルありがとうございます。ありがとう、よしんこしてもらって。ドナルドさん、アマトーさん、セミありがとうございます。22時出発5時着の1日1便ですが、福岡から松山まで行くのにフェリーが一番良さそうでした。ってありがとうございます。私もそれ福岡からの何回か乗ったな、フェリー。そうかそうか、確かに。え、アリスさん、そうなんだ。パリピ孔明って舞台が渋谷なんですね。いいな。ぬくもりさん、セミありがとう、カウントと。嬉しい。ピルクル、フルありがとう、ピルクル。嬉しい。サトピさん、いらっしゃい、ありがとうございます。ムラピーさん、ありがとう、ピルクルだ。嬉しい、ムラピーさん、ありがとう、ありがとう。あ、虹色さん、フルありがとうございます。あ、スパイファミリー見てるんだ。ヨルフォージャーは早見沙織さん。そうなんですよ、ぴったりだよね。え、もう出てきたのかな、早見沙織さんの。よ、ヨルちゃんは、ヨルちゃんは出たのかしら。え、ぬくもりさん、すご、そんな都会でレジをしていたの。その昔六本木のドンキのレジをしていましたって。六本木のドンキ、すご。カリーさん、はじめまして、ありがとうございます。合ってるかな、カリーさんで。今日は目が綺麗に見える。あ、確かに、なんか反射してるのかな。ありがとう、ひろくん。
お、さとしさんもふさふさだから雨の日髪の毛大変だわって。そうよね、絶対そうだよね。アヒルのやつおもろって。湿った濡れせんべいさんお名前湿った濡れせんべいさん、ありがとうございます。これはあのドンキで買いました。なんかいっぱいあるんですけど、種類はこっちはダイソー、ちょっと音色も違います。おすすめ。あとこういう音も鳴らないけど、この猫っぽいやつもある。何でも出てくるって言う。お、おひつりさんよく覚えてたね。それドンキのサトウキビジュース。え、本当なおさん、兄さんさん、とんかつパフェのお母さんがぜひ来てほしいと言ってたようで、おいしい。いい、食べてみたい。ローマ字のマサさん、フル。ありがとうございます。今日もサカピーさん、フル。ありがとうございます。ひなほちゃん、歌ってる時感極まって涙を流したことはある？自分は感情移入しがちです。あります。でも本当に少ない。今までたくさん歌ったけど2回くらいかな、感極まって涙を流したことだよね、歌いながら。いやでもわかる、感情移入しがちでして。そう、どっちかに偏りすぎるとね、感情移入しすぎると泣いちゃうしってなるよね。ポップマスターさん、フル。ありがとうございます。ありがとう、ポップマスターさん。手打ちで手首がつりそうになったって。あら、ありがとう、これこれでね。ありがとう、ポップマスターさん。ワンガンさん、セミ、ありがとうございます。 M リーグファイナルもう半分終わっちゃった。もう半分終わったんか、やばい。え、早すぎるんだけど。マジか。スケさん、カクさん、カウントありがとう。大ガッチさん、フル。ありがとう、大ガッチさん。今日もお友達を疑い合うぐちゃぐちゃした感じの作品。あ、なるほどね。ドロドロ系か、ぬくもりさん。あ、エイジさん、フル。ありがとう。ありがとうございます。アンパンマン、あ、ここに置いてたわ。やめるんだ、エイジさん。わ、エイジさんなら何でもできる。頑張るんだぞ。ちょっと BGM に合わせるっていう。ひろひなさん、フル。ありがとうございます。ありがとう。 M リーグは過去3年すべてセミファイナル4位のチームが優勝してるけど、結構すごいジンクスだよね。あ、そっか。本当だね。確かに。それを打ち破れるのか、今回はわからないけど。よいしょ。でも桜ナイツの勢いもすごいしね。カノーさん、セミ50ダルマレンジャーと。奥様、フル。ありがとうございます。ありがとうございます。松山の街中には俳句ポストがあるんですか？あ、ありますよ、ちょこちょこと。いろんなとこにある。道後にもあるかもね、俳句ポスト。そうそう、みんな俳句入れて入れるんですよ。私も入れたことある気がする。なんかめっちゃ足湯にはまってた時に気になって入れたような気がする。リュウさん、フル。ありがとう、リュウさん。スキピーって。ありがとう、スキピー。
大地さん、おさぴーさん、ありがとう。今日も嬉しい。調子乗って名古屋も行くんだけど、何の準備もできてないよ。え、ありがとう。え、今週のですか、おさぴーさん。あの、全然手ぶらで。マゴさん、いらっしゃい。カタカナの、ありがとう。あれ、11時、あ、6分。竹山メッツさん、セミとカウント、ありがとうございます。コロボウ、まだタケノコ掘りの疲れがあるから今日もよく眠れそうで。おやすみ。ほんとよね、そりゃ疲れたわ。おやすみなさい。私も掘ってみたい。どっか掘れるとこないのかな。最近でもあの、お友達にイチゴ狩り誘われて、まだ行ってないんやけど、初めて行くんだよな。ちっちゃい時行ったのかもしれないけど、記憶ある中では初めてイチゴ狩り行く予定。おきおきけさん、マイニオンさん、ありがとうございます。あ、ロビーズさん、フル、ありがとうございます。お疲れなのに癒しトークありがとうございます。そうよって、あ、全然いい、全然です。こちらこそありがとうございます。あ、スパイファミリー2話出てるんだ今。先週出てきたよって、可愛くて強かった。もう出てきとったんやん。え、可愛くて強いよね。あ、待って、絶対早見さんのお声がぴったりすぎる。それはマジカル。アサルートさん、久しぶり、ありがとうございます。来てくださってお久しぶりだ。あ、大工さん、カウントとフル、ありがとうございます。ありがとう。ソファーの上の飾りが見えないから上からのアングルになってるねって。あ、なるほどね。ソファーの上の飾りが、なるほどなるほど、上からになってるね。今日海道線五郎さん、いらっしゃい、ありがとうございます。あら、嬉しい、マジカルアサルートさん、ありがとうございます。そんな言うてもろて。ケイスケ、めっちゃ元気。今日もケイスケ、こんばんは。バンクーバーさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。急転直下、消えてくストーリー、開けない自衛、バイバイマイスイデイツ、コンパスなんて当てになんない。ありがとう。あ、ケンジほぼフル、ありがとうございます。最初に戸惑った分って、ありがとう、ありがとう。あ、トゲフル、ありがとうございます。ありがとう。スマホのロック画面は何って。スマホのロック画面、あ、最近変えたんですよ。ちょっと前まで、あの伊勢神宮のね、大きな木があるんですけど、伊勢神宮今年の1月ぐらいに行ってて、でその時にご利益のある木をパシャリってして、それをロック画面にしてたんですけど、最近変えたのよね。めっちゃね、可愛い女の子のね、あのなんか幸福を呼べそうなロック画面です。なんかフリー素材だった気がするんだけど、そうなのよ。今めっちゃね、可愛い、こうやって上向いて横側で時計を照らしてくれる、なんか女の子みたいな。あ、よう覚えてくれて、のりたま。見聞祭の俳句良かったって言ってくれてる。見聞祭、みんなで作る笑顔の輪って、そうなの、良いじゃろ。ありがとうございます。あ、リラックマ、フル、ありがとう。グイグイグイ、ありがとうございます。ムラチン、フル、ありがとう。ムラチン、猫っぽいやつ、猫っぽいやつとは、にゃん。にゃん。
っとったんと違う。アントワーヌさん、カウント、あ、フルありがとうございます。ありがとう。自分もくせ毛、顔の髪伸びて曲がり始めると床屋行きます。あ、そうなんだ。あ、じゃあ癖曲がらないぐらいまで切ってもらうってことね、アントワーヌさん。いや、それがいいよね。お、マサさん、リプトンのティーパンチ美味しいよね。こんばんは。いいねいいね。あ、ケンジ、お仕事これからファイト、いってらっしゃいやで。そうそう、のりたま、オーレストだ、オークレストかな、そう、あの東京のライブの場所なんですけど、かつて私の お誕生日の時、はい、何の時だ、あのオレンジのサイリウム一面にやってくれた時がありまして、そこで嬉しかった。違う、その時はあれだよ、セレナーデだったからオレンジ色にしてくれてたんだよね、多分。嬉しいよね。ようちゃん、フル、ありがとうございます。ありがとう。え、風に乗って流れる、うわー、ちょっと待ってよ、なんかめっちゃわかる気がする、それ。うわー、ごめんよ、パッと出てこないわ、ようちゃん。ユッキーさん、フル、ありがとうございます。君の笑顔が好きだよ。桜のヘツが優勝したらオカピさんが3000万くらい持ってきそう。さすがに怒られるんじゃん。でもすごいよね、本当にすごいよ、優勝したら。ルイさん、こんばんは、ありがとうございます。マサさん、プチ、ありがとう。お仕事お疲れ様です。明日も頑張ってね。よしんこよしんこ。86さん、こんばんは、ありがとうございます。ファントムさん、フル、ありがとう。ファントムさん、ウレピヨ、ありがとうございます。はい、ムラチン、またありがとう。今日もフェニックスがセミファイナル4位だけど、どうなるのか。でもすごいよね、昨日の東條さんとかもめっちゃすごかったし。そうなの、そうなの、すごいですよね、ほんと。やばい、8分か。ヒロくん、おやすみなさい、ありがとう。あ、のりたまフル、ありがとうございます。ありがとう、フル。即興でひな俳句、難しいよ、即興でひな俳句。なんでかな、梅雨でもないのに、雨やばめ。あら、土、お大事に、足が怪我しちゃったのかな。おひつりさん、フル、ありがとうございます。ありがとう。全部終わったら君の
口でちょっとまぶたにチャックして、次回のキスは黒いドレスで、さあ期間訴訟。ありがとうよっちさん、こんばんは。わ、嬉しい。ポンさんさん、歌声素敵って言ってくださってる。わー、ありがとう。ルイさん、カウントありがとうございます。あ、オカムさんもほぼフル。ありがとう。今日も泣いてしまうひなほちゃんを見てもらい泣きしてしまいそう。でも、まあ、割とまだあしばしね、最近はその歌って泣くっていうのはなかなかないけど、泣きそうになるとかは全然ある。その歌いながら、あ、悲しい曲だなと思いながら歌ったりするから。あ、ぬくもりさんフル。ありがとう、ぬくもりさん、嬉しい。ひとみさん、こんばんは。今日もありがとうございます。息子が小学6年生の時の担任の先生に会ったよ。息子のこと覚えてた、嬉しかったって。すごい。何年前、ぐらいなんでしょうか。わー、そうなんですね。わー、いいですね。私も会いたいな。若井さん、カウントありがとうございます。りょういちさん、こんばんは。ありがとう。ストリートくん、ありがとう。松山行きの飛行機と宿取ってくれて楽しもうね。野良狐さん、コンコン。小説家さん、あれ、またこんばんはって言ってくれてる。ハラメタルフル。ありがとうございます。ウマ娘ガチャ一発で八重の無敵ちゃん出たから腹立たなかったって。いいな。八重の無敵ちゃん当たったんですか。いいな。きたよさん、はじめまして、ありがとうございます。きたよさん、こんばんは。ありがとう。雨やばめ。即興にしては割とよくわかる俳句やと思うんやけど、これ。ちっこさん、ありがとうございます。せいじさん、こんばんは。ありがとうございます。ポンズママさん、こんばんは。ありがとうございます。今日もあれ、ケイスケ、ありがとう。夜遅いのに無理せずに。サカポンさん、ありがとうございます。あ、タカヒロいらっしゃい、ありがとう。やっぱり、ナオさん、兄さんさん、風船だ、ありがとう、嬉しい。ケンジもお弁当箱と風船たち、ありがとうございます。ワンちゃんの風船だ。虹色さんもニコちゃんの風船ありがとう。ジージバラ、ありがとうございます。たくさんいただいてありがとう。リュウさん、ハト、キュピ、ありがとう。ノーさん、流れ星、ありがとうございます。アントワーヌさん、ニコちゃんの風船ありがとう。エイジさん、ありがとう、いただいて。かわいいに結婚してまで、ありがとうございます。オサピーさん、花束、ファサ。猫さん、猫に小判、ありがとうございます。なおさん、兄さんさん、花束10個もパサ、ありがとう。ようちゃん、結婚してに、おひつりさん、かわいい、ありがとう。虹色さんに、いずきゅん、ありがとう。にこちゃんの風船、ありがとうございます。ひでゆきさんも音符。村ぴよぴよさんもだるま、ありがとうございます。猫さん、風船ありがとう。猫に風船。まさまささん、まさまさアットマークさん、こんばんは、ありがとう。あやたかも今日は赤です、ありがとう。あやたか、カタカナのカズさん、ありがとう。スランポくんもいらっしゃい。あ、のりたま、告知ありがとうございます。いろいろ落ちた。よし、じゃあちょっとお供タイム行こうかな。今日のお供もね、これね、どこで買ったかな、
長野県産なんですよこれ。長野のリンゴ三兄弟っていうリンゴジュース買ってきました。めっちゃ美味しそうじゃない？全国の産地を応援する日本エールプロジェクト、秋映えとシナノスイートとシナノゴールドの3種類が入ったリンゴ、美味しそう。う、長野の人はいるかな？よいしょ。よし、ではお泊まる方一緒に乾杯。わあ、すごい。あ、リンゴ感がめっちゃ強くて美味しい。ちょっと酸味もある感じ、結構本当にそのままの果汁をバーって詰め込んだ感じだけど、果汁は 10% 未満。意外だ、めっちゃ入ってるような味がする。うん、結構甘みもあるし酸味もあるって感じのリンゴジュースかな。美味しい。一番上が長男かなって、あ、そうなのかな。秋映えくん。あら、高弘、本当、一緒に撮ったチェキ見返してました。え、撮りに来てよまた高弘。そう、二人と撮って、メンバーの私とも撮って。おかむさん乾杯。乾杯。そう、意外とね 10%。 マサさんセミありがとうございます。クマボお尻を夕焼け。はい、ありがとうございます。じゃあランキング読みようかな。チョコレートさん、風船ありがとうございます。いや、ポンさんさん、それがね、多分どこでも買えると思うんですけど、どこで買ったか忘れちゃって、スーパーだったと思うんだけど探してみてください。じゃあ今日は何しよっかな。ファイティングしようかね、今日は。今日もありがとうございます、夜遅くまで。13位、エイジさん、ありがとうございます。エイジさん、男女ありがとう。12位、ピルクル、ありがとう。ピルクル、今日も男女ありがとうございます。11位、虹色さん、ありがとう。嬉しい、男女いつもありがとうございます。10位、秀幸さん、ありがとう。秀幸さん嬉しい、男女いつもありがとう。9位、お、いずき、ありがとう。イズキュー、嬉しいです。さあ、ありがとうございます。8位、ケンジ、ありがとう。ありがとうございます、ケンジ、嬉しい。さあ、ありがとう。ラッキーセブン、ノブさん、ありがとう。ノブさん7位です。いつもありがとう。明日はいい日になるぞい。
6位おひつりさん、ありがとうおひつりさん。ありがとう。5位おばばさん、ありがとうおばばさん。壇上いつもありがとうございます、どうもありがとう。そして4位、あ、隊長ありがとう隊長、今日はずっと見てくれてたのかな、ありがとうございますたくさん。そして3位あばん、じいじい、おーありがとうじいじい、3位です。壇上いつもありがとうございます、本当にありがとう。そして2位あばん、おさぴーさん、わありがとうおさぴーさん、2位です、いつもありがとうございます、わーいありがとう。そして今日の第1位あばん、なおさん233よっ、ありがとうございます、1位です、たくさんありがとう、嬉しい、わー1位だ、どうもありがとう。1770名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです、今日もありがとう。では最後一曲歌って終わりたいと思います。はい、何でもリクエストしてください。リクエストタイム用意スタート。あー新一、待って、なんかめっちゃすごい花束、ありがとう、ありがとうございます。あ、ワンガンさんもフル、ありがとうございます、ありがとう、全然です、いつもありがとう。ちょっと待って、スイートメモリーシークレットベース、ライオンね、君の知らない物語、チェリー、今夜このまま、プロミスダスターレイニーブルー、完全感覚リマーは僕のなさ、つぼみ、あ、球団代表さんありがとうございます、ダイヤモンドクレバス、団子さん兄弟、タイムゴーズバイ、ラブラブラブ、なだそうそう、ラブラブラブ、ただ君に晴れ、名残雪、カレーのチライス、ロマンティック、タッチ、暗闇、マリーゴールド、ドントサイレンジ、ノーセンキュー、旅立ちの日に、マイラマイラレオ、神田川そばかす、光へ、決めますね、ボーイフレンド、ひなほさんが好きなアニソン、アニソン、おお、心なし、ねえもしもすべて投げ捨てられたら、ムーンライトデイサイズ、笑って、オーソサイン、カブトムシ、最後のあのそっけない、どうもありがとう。
しょうね。はい、夜遅くまでありがとうございます。ありがとうございます。今日は松田聖子さんのスイートメモリーズという曲でした。リクエストありがとう。あら、ありがとうありがとう。初見さんもね、来てくださってたんですけど、ちょっと誰だったか。
充電に来てくださってたんだけど、ん、カリーさんかな、ありがとうございます。カリーさん、あとミラボもね、若井さん、若井さんにね、お、虹色さん、ユッキーさん、おさぴーさん、チョコレートさん、おぼばさん、リラクマ、おさぴーさん、嬉しい、ミラボありがとうございます、ありがとう。あとまゆっちさん、ひろひなさん、おさぴーさん拍手ありがとう、若井さんにのぶさん、りゅうさん、ひでゆきさん、しんいち、ありがとね、たくさん。それでは今日もお疲れ様、みんなたくさん来てくれてありがとう。また明日お会いしましょう。おやすみ。5、4、3、2、1、また明日ね、バイバイ。